ツーツェンハウゼンはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー軍に属すマチソン。ツーツェンハウゼンは暗いヒガウ北部、ジンスハイムから約8キロメートルのエルゼンツ川沿いに位置する。城や歴史的な中核地区はエルゼンツ川の東側にある。広い石切り場が村の天然の東境界を成していた。このため、この村は昔は北あるいは西側に拡張していった。 この町は、北をメッケスハイム、東をエッシェルブロンとバイプシタット、南をジンスハイム、西をディールハイムと境を接している。ツーツェンハウゼンは、メッケスハイマーツェントと共に1330年に、ライン級中泊の貢献下に置かれた。しかし、城と村の支配権は、シュパイアー主教本部が有し、霊園として、変人間家に与えられた。 フェン人間家は14世紀から村の一部を領したが、1637年以降は村全域を統治した。1803年にツーツェンハウゼンはバーデン領となった。バーデンビュルテンベルク州の市町村再編時にも独立した自治体として残されたが、1974年以降はジンスハイム及びアンゲルバフ・ハタールと行政共同体を形成している。 ツーツェンハウゼンの町役場議会は議長を務める市長の他に10人の議員で構成される。2005年12月4日の選挙でディーター・シュタイン・ブレンナーは投票の大多数94.9%を獲得し、任期8年の市長に再選した。ズ柄ガラ・銀字に門の開いた赤い家。その屋根の上の消灯前で交差する2本の揺り飾りの杖。 この紋章は1748年の裁判員に由来する。1905年に文書館の認可を得た。家は村の名前による。揺り飾りの杖は何世紀にもわたり、ツーェンハウゼンを統治した変人間家の紋章に基づくものである。旗は赤から白で、1963年に内務省の認可を得た。ツーツェンハウゼンの白ゼーヘルで上2年ごとに、 ダハゼン・フランツ・フェルトが開催される。この民族祭は、もともとイタリア生まれのフランチェスコレがあり、通称ダハゼン・フランツによって19世紀後半から20世紀初めに始められた祭りである。教会祭パレードが行われる、教会堂会期祭,祭は毎年開催される。中心街の外れ、フェン人間男爵の古い上官の近くに、 TSG1899 ホフェンハイムの新しいトレーニングセンターが開設された。いずれもドイツ語ページ。ありがとうございます。